お元気ですか、ボクシミです。今回は名店の味、こってり一筋、天下一品京都濃厚鶏白湯、史上最強のこってりへの、試食動画でございます。久しぶりのね、試食動画でございます。早速ね、熱湯4分、かけて、食べたいと思います。では早速食べていきたいと思います。で、食べる前にね、火薬も入れました。でですね、まずこの3つのね、スープですね、これを、ね、取り出す、外して、まずこの蓋をね、外します。で、まずはですね、この先入れ粉末スープですね、まずこれね、ここをね、入れたいと思います。で、あとはですね、こちらの召し上がる粉末スープですね、こちらを入れたいと思います。で、あと仕上げにこのね、この液体スープ、液体スープですね、はい、今ちょっとハサミがなかったのでね、今回切りますけどね、まあ、飛び散る心配があったらですね、絶対ね、ハサミを使ってくださいね。でね、これでください、ね、で、あとはね、かき混ぜて、ね、こんな感じでね、よろしいでしょうかね。じゃあ早速ね、食べていきたいと思います。スープを、こってりね、なんていうか、こってり、やっぱりさっき言ったらこってり感とね、いいね、匂いがしてきます。じゃあね、麺の方いただきます。スープと麺とよく絡んでね、とてもね、もう最高のね、ラーメンでございます。前にね、私と地元にもね、天下一品というラーメン屋があったんですけどね、まあ、去年か2年前にね、閉店してしまってね、本場のね、味がちょっと食べれなかったんですけどね、このまあ東京とかね、まあ、大阪京都行ってみたらね、天下一品のね、ラーメンもね、ぜひね、食べてみたいと思っております。今日は、名店の味、こってり一筋、天下一品京都濃厚鶏白湯、史上最強のこってりの、カップラーメンの試食動画でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。